ビクテマーケットランジへようこそ。ビクテ投信投資顧問の萩野です。本日は弊社のグローバル資産運用部長松本との対談です。じゃあ松本さん、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は松本さんが特別にフリップをお持ちいただいて、自分を振り返る、はい、自分を振り返るって何なんだみたいな、90年と今を比較して、はい、3万円日経平均が今超えてきている中で、その当時との比較のちょっと話をすると。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、実はですね、自分がこの運用の世界に足を踏み入れたのが1990年だったんですね。で、自分がまだ駆け出しの頃で、相場も何も右も左もわからない時に、その時が3万円だった、うん、でその後はもう日経平均はご案内の通り、もう坂道を転げるように下落をしていったので。それは1990年とかですね。1990年です。はい、なので自分にとっては最後の3万円がその自分が運用を始めた年だったんですけれど、それから30年半ぶりに、今年の2月にようやく3万円を回復したということなので、自分ずっと運用やってたんですけど、もう最初の頃を今ようやく30年後に、あの3万円を見たというところなんですね。今マーケットではこれがもうバブルではないかとか、実体経済を反映してないっていう意見も、非常によくわかるんですけれど、自分がその経験した、最初に経験した時ともう全然環境が違うっていう印象を持っていますので、今日は少しそれをデータでご紹介をしたいなと思って、このフリップをご用意しています。見ていただきたいんですけど、こちらのフリップでは、その、まず左側に、申し上げた私が運用を始めた1990年で、最後に3万円をつけたのが8月の2日だったんですね。3万とび245円、なのでこの8月の2日の、日経平均、あと10年国債利回り、あとドル円レート、これをご覧をいただいています。あと同じくその1990年当時の日本の潜在成長率、これ日銀が推計してるんですけど、それが 4.1% でした。消費者物価、同じく90年平均が 3.1%。 あとこの時ちょうど日銀の当時宮野総裁が、この年から総量規制っていうのを始めて、バブル潰しにかかった年だったんですけど、なので、この政策金利も 6%、 当時公定歩合ですが 6% にまで利上げが行われたと。工事地価もですね、当然これはバブル、地価バブルがすごかったので、住宅地の全国平均をご覧いただいているんですが、28万7千円だったというのが当時のマクロ経済の状況だったんですね。で、その右隣にお示しをしているのが今年3月の時点、3月の18日ちょうど3万飛び216円、この近いレートだったんで、3月18日をご覧をいただいているんですけど、だいぶ違うの、萩野さんお分かりになり、いただきますよね。10年国債利回りは 0.1%、 ドル円は108円、あと日銀の潜在成長率はゼロですし、物価はマイナス 0.4 でした。2月で政策金利も今短期金利はマイナス 0.1% ですし、先日発表された公示地価も、全国平均で12万円と、もう当時の半分以下っていう状況なんですね。萩野さん、これ見てどう思われます？同じ3万円なんですけど、それ以外の数字は全く違うと。いやーね、本当潜在成長率ゼロですかみたいな若干プラスだったかなと思ったけど、最近ちょっと追ってなかったらちょっとゼロになっちゃったかな、そうですね、第4四半期の数字を見るとゼロでした。ですよね、はい、で90年代、90年 4.1% あって、あとやっぱ政策金利の 6% ですよね。これ8月のあと、2ヶ月後10月には長期金利ピークって、あの時にゆうちょの何でしたっけ、あ、はい、貯金、定額貯金でしたっけ、定番の10年預けてるとみたいなやつ、あれ 6.6% かなんかで行列できたんですよね、そうでしたね。ですよね、はい、それが考えると覚醒の感がありますよね。ありますよね。自分は当時その年金信託銀行の年金運用部っていうところで仕事をしていたんですけど、そうすると年金基金、当時は年金財政の予定利率っていうのがありまして 5.5% だったんですね。なので我々の目標収益率、そうです、目標収益率 5.5% 稼ぎますよ年間。そうなんです、今じゃ考えられないですね。なので当時我々の仕事は 5.5% をどうやって稼ぐかっていう仕事だったんですけれども、それを考えるとこの当時の国債利回り 7% だったので、ある意味もう国債だけで十分
もう採算が取れた時代だったんですね。自分が今でも忘れられないのは、当時日本株を運用していたベテランのマネージャーさんがいらしたんですけど、その方がですね、もう株なんかやめてもいいんじゃないのと。この頃、はい、正しかったですね。そうなんです。自分はですね、まだその駆け出しだったので、その大先輩がおっしゃったこと、はい、いやここでだってね、当時ですよ、まだ日経平均は5万円になるとか10万円になるって意見すらあった時代ですよ。で、まあ、バブル潰しは始まってるけれども、まあ、またどうせ株上がるだろうと、もうすごいイケイケの時代だった時に、うん、その大先輩だった人がもう株やめようよと、うん、でもう本当そうしてたらすごい大儲けだったんですけど、うん、そうですね、なのでその一言が私忘れられないんですね、うん、そこの10年国債 7% からほぼゼロまで来たってことは、 7% 金利が下がってったっていうのはこれも大相場ですよね。大相場です。債券の価格が上がったってことですからね。おっしゃる通りです。凄まじい。デュレーションどれぐらいだったら7年ぐらいですよね。そうですね。なのでその、まあ、当時はこういう環境だったんですけれど、今振り返って自分はこの今年の環境を考えるとき、同じ株価は3万円なんですけど、ここで債券投資するっていう方いらっしゃいますですかね。されてる方はいらっしゃいますね。いらっしゃると思うんですけど、このままずっと債券でいいって果たして言えるのかっていう問題提起を申し上げたいなと思っています。もうご案内の通り、今回はですね、今は当時は三重の総裁がバブル潰しをしてましたけども、今は黒田総裁が何とかして資産バブルを起こそうと、うん、アセット資産価格を上げようとしてるわけですよね、うん、インフレを起こさなきゃいけないということなので、まあ、だからこれだけ金利も下がっているわけですけど、これ簡単にやめる雰囲気はありませんので、うん、やはり金利はこれから上がっていくかもしれない、もしくは円安が進んでいくかもしれない。ただまあ地価はコロナの影響もあって昨年は下がりましたけれども、またこの問題が一服すれば、やはり不動産価格にもお金が向かっていくのではないかなと私は個人的にも考えますので、あの当時のマネージャーが言ってた株式はもうやめたらいいんじゃないかというのは当時の環境だったんですけど、私は今もし同じことを言うとすれば、もう債券はやめた方がいいんじゃないですかと、うん、もう全部株と不動産だけでいいんじゃないのと、まあ、ちょっと極論かもしれませんけれど、あの当時の環境と今の環境を振り返ると真逆なんではないかなっていうふうに感じています、うん、これあれですよね。あとは1990年っていうのは、まあ、80年代前半、まあ、80年代前半にあのボルカが出てきて、はい、実際70年代後半ですかね、カーターの時ですからね。そこからこう金利引き上げて、で何でしょう、インフレ退場を行った以降は81年ピークにずっとこう金利が下がっていく、世界的に、はい、そういった中でも90年からさらに下がっていったっていう、ディスインフレの時代が始まったってことですかね、ちょっとデフレしましたけど、はい、それがこうとうとう全てゼロになって、で日本だけじゃないですよね、黒田さんだけじゃなくて、このコロナ以降いっぱい援軍が増えちゃったって感じですかね。そうですね、もう世界的におっしゃるようにアメリカもヨーロッパももう今は金利を下げて、それで、まあ、景気を良くしようと、まあ、結果的に資産価格も上がっていくでしょうという環境にあると思いますので、うん、やはり同じ3万円という聞いて、いやもう当時30年前のバブルを思い出すのは分からないではないんですけれど、環境認識をぜひ改めて行うべきではないかなと思っています。うんうん、これあれですよね、そのインフレというか物価上昇率を上げたいというのはもう日銀だけじゃなく世界的に、世界的になってきてるっていうのは、そうすると90年のこの日本の環境からすると真逆 でかつ日本だけじゃないっていうところは結構大きなインパクトではないかと私は感じています。この中でまずじゃあ3万円台にこう日経平均回復して、1990年8月当時だったんですけど、この次に同じようになるやつがあるのかなと思いながら、なんない可能性はあるやつは結構ありますよね。そうですね、潜在成長率、成長率は簡単には上がらないと思います、実質ベース、実質ベースですね、はい、そうですね。あとやはり物価もこのデフレ圧力というのはしぶとく残るのかなとは思っています。であるとすると国債利回りもそんなには上がらない、 7% っていうのはもうおおよそ考えられない、想像がつかない状況ですので、自分は他この中で当時に似たような状況をたどるとすれば、一つは為替、うん、一つは地価ではないかな
と思っています。そうですね、こう例えばこう 7% に将来こう利回り来るかもしれないけど、下手するとまた30年かかるかもしれない。あの 1,2 年で 7% なんて相当つかないですもんね。考えずられないですね。そうですよね。で、為替の方のこの149円150円近辺というのはこれ可能性考えられますよね。そうですね、あの黒田1年というよりもね、はい、そうですね、あの黒田総裁がピークの時、円安のピークの時で120円台までありましたので、あの少なくともそれはもうそんなに遠くない未来に120円というのは、遠くない過去に我々は120円見ていますので、149円というのは想像ができない水準ではないかなと思います。そうですよね、下手すると5年単位ぐらいで達成してしまう可能性あるぐらいのボラティリティの範囲内ですね。そうですね、価格変動の範囲内でいくと、はい、この40円ぐらいというのは5年ぐらいでこう変動してしまうぐらいの範囲内ですよね。そうですよね。為替は僕はでも為替それぐらいのこう円安になりうる可能性あると思います。これだけジャブジャブでも世界もジャブジャブですかね。そうなんです、日本だけではないところが悩ましいところで、アメリカも同じことをやってるわけですから、これは綱引きで言うと、まあ、必ずしも140円50円があるかどうかっていうのは微妙ですけど、あの裏を返すとこれは円だけじゃなくてドルもユーロもみんな一緒に地盤沈下を起こしているんだというふうに考えるのが自分は自然かなと思っています。で、何に対してじゃあ地盤沈下を起こしていくのかっていうと、それは一つはコモディティだったり、もしくは地下だったりっていうものではないかなと思っています。金はどうですか。あのそういった点では、あの地盤沈下を起こす共通の対象としての金、もしくはビットコインだとか、あのそういったものはあの有望になっていくんだろうと思っています。なるね、日本の地価が、日本の地価がこの水準ですか。でもこれ人口減ってるこう社会で、こう上がる要素って何があるんですかね。そうですね、あの確かに住宅地を日本全体で鳴らしてみれば、少子高齢化が進んでいて空室率も増えている。なので住宅価格がこの水準に需要だけで戻るかと言われると難しいと思っています。ですので先ほど申し上げた、やはり通貨価値が下がっていく、まあ、それによって、その代わりとして実物資産が人々が必要とするようになる。それが一つは不動産ではないかと。なのでここの水準まで戻るかは私も、ま、あの全く自信はないんですけれど、あの通貨に対して実物資産その一つである不動産の価値が上がっていくというのは起きてもおかしくないなと思ってます。まあそうね、あの日銀が量的金融緩和を開始して以降、まあ、じゃんじゃんこう通貨をこう供給して、でそのお金がで国債を買ってますから、お金を現金を世の中に出してるじゃないですか。それは結局マリマって今溜まってるのが、あの金融機関のところ溜まってるんですよね。そうですね、300兆円以上、すさまじいお金 でそれがあの動き出したら、あのどっかのものが値段が上がるっていうか、逆に言うと通貨価値が下がるっていう現象が起こり始める。そうですね、その可能性はやっぱ土地にもあるよっていうことですかね。そうですね、あの、もちろん土地はあの需要供給が今大きく動いてる時なので、特にオフィス需要が今コロナの影響でどんどん減っていくかもしれない、一方で物流だとか、あとは地方のやはりあの人々が移転をする移住をするようになれば、地方の住宅地っていうのは上がっていくだとか、そういうふうにあの需要のこのダイナミズムが変わっていくっていうのは注意をしなきゃいけないと思っていますけれど、やはり人々はやはり土地を必要としますので、農地もそうですし居住もそうなので、ある土地がダメでも他の土地に需要が移っていくということはあってもおかしくないなと思っています。あれ全然関係ないですけど、コロナ以降、値上がり、この前あの発表された公示地価は下がってましたけど、あのでも上がってるとかあるんですよね、はあ、急激に上がってるとかあるんですよ。どこ見てると、どこですか。別荘地です。別荘地、別荘地の中古の別荘価格がすごい大暴騰してるんですよ今。軽井沢とか上がってますね。上がってますよね。もう物件どんどんなくなってきちゃって、で要は何でしょう、今回のコロナの環境下でテレワークで在宅勤務ができるってこともあって、でそれでそういう別荘地に住むような流れが起きてるのが、値段すごい上がってるんですよね。そうですよね、はい、なのであのやはりあの決してその地価がこの90年代まで全国平均が上がるというのは、あの自分もそういうことを申し上げるつもりはないんですけれども、やはりあのこういう環境下でも必要とされる土地、今
萩野さんもおっしゃられた不動あの別荘地なんかはその一つの代表例だと思うんですけれど、そういったところにはしかも非常に有望ではないのかなと思っています。まあ、今日いきなり一度ね、あの地下の話になるとはちょっと私想定当初全くしてなかったんですけど、でもなんかですよね、そうするとじゃあ地下工事地下が戻る可能性があるとすると、まあ、魅力的な投資対象ってどのあたりになるんですかね。あの実際に投資ということでいうと、もちろんあの個別の不動産をお求めになられる方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、非常に我々の身近なところでいうとリートが一つの投資対象になるのかなと思っています。あのご案内の通りリートの利回りは今でも 3.6% ぐらいありますから、あの株の配当利回りも高いですし、債券よりももちろん高いですから、あの一つの選択肢としては有望ではないかなと思います。今あの外人が一生懸命買ってますよね、はいリート。そうですね。ね、あのリート日本東京の、オフィスビル、はい、土地含めて結構買い漁るぐらいのお金を今日本に投じ始めてますけど、ね、なぜなんですかね。あのいろいろ私も解説を聞きますと、相対的にニューヨークだとか香港だとかロンドンと比べるとまだ東京 の, 地下あの不動産には割安感があると。いう声も聞きますし、あとはやはりコロナの感染者も日本もちろん深刻なんですけども、アメリカやヨーロッパと比べるとまだいいという、そういう消去法的に日本を買っているというあの投資家もいらっしゃるとは聞きます、なるほどね。でもあれですよね、今ちょっと空室率上がり始めてて、はい、だからそうすると何ですかね、あの結構景気が悪化してるんで、あの企業がちょっとあのオフィスを借りなくなってるとか、ちょっと話出てるじゃないですか。それからすると、投資するタイミングだろうとか思ったりするんですけど、この点はどうお考えですか、ね、そうですよね、あの全くおっしゃる通りだと思います。あの今あの特に都心のオフィスビルの需要というのは今後厳しいんではないかと考えるのは、あの自然だと思いますし、ちょっと見ていただきたいんですけれども、こちらはですね、三木商事さんというところが発表している東京のビジネス地区、具体的に言うと千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、この5区のオフィス需要、オフィスの賃貸と、賃料ですね、賃料と空室率を、プロットしたチャートになります。ちょっと見づらくて申し訳ないんですけど、これはですね、縦軸に平均賃料、横軸に空室率を取ってるんですけれど、こうしてみると、これ時計回りに回っている関係があるんですね。小さい字で書いてありますが、出発点はこのリートが始まった2003年3月、これは右上のところですね。そうですね、はい、時計の針でいうとどうでしょう、2時とか3時ぐらいにあると思うんですけど、ここを出発点として時計回りにまずこの緑をこう回っていきまして、この時ここ回るのというのはその下の方でいくとちょっと上のラインってことですかね。上の方ですね。そうです、はい、緑が多くあるラインをこう回っていきまして、回ってるっていうのは下の方左に行ってるので平均空室率が下がってる中で、横ばいってことは賃料があまり上がらなかったってことですかね。当初はそうですね、なかなか上がらなかったのが、空室率が 3% あたりまで下がったあたりから賃料がぐっと上がり始めた。上がってますね、はいはい。で、まあ、リーマンの直前2007年11月が、まあ、時計の針でいうと10時とか11時のあたり、これはですね、だ 3% というか初めの頃の円は 3% ぐらいのところからぐーっと上がり始めていて、それでだから内側ですよね、2つ輪がありますけど、ね、そうです、内側ですね、そこのところの2007年11月、はい、このあたりが空室率、その時の空室率のボトムだったんですけれど、あ、そうですね、でそこから上がっていったとですね。そうです、はい、でまだ空室率はもうそこで下げ止まったんですけど、まだ勢いがあったんで賃料だけは上がっていったんですね。でそうしてこうしているうちにリーマンショックがあって、うん、まあ、当時リートもドカンと下げまして、そうすると今度ぐーっと今度は賃料はまだすぐ下がらなかったんですが、空室率が一気に上がり始めるという、空室率が上がっていく中でゆっくりと平均賃料が下がっていったとですね。はい、で今度はですね、大回りをするんですけれども、2012年6月がこの時の空室率のピークになるんですが、この辺なんかぐちゃぐちゃしますね、最後ね、見てますね、こうなんか円を描くっていうよりもちょっと
骨折したような攻撃しますけど、そうですね、何ですかねこれ、はい、あの一つにはあの2011年の東日本大震災、うん、あとはあの、まあ、当時かなりデフレ経済というのが深刻化していましたので、まあ、空室率はこれ以上上がらなくても賃料がなかなか市況がそこを打たなかったということだと思うんですね。2011年3月だと4月であの何でしたっけ、あの福島の原発の問題が出る時に東京からちょっと出てくる人結構いましたからね。そうでしたね、でそこの時にちょうどそのアベノミクス安倍政権が2012年12月の総選挙で勝利をして、まあ、その後空室率も下がり始めたというパターンをたどっています。で今回のその後のピークが昨年2020年の2月、空室率がですね一番左上ですね、空室率は 1.4% で大底を打つんですけど、コロナショック直前ですね。そうです、はい、でその後やはり同じようにまだ賃料はすぐには下がらなかったんですが空室率が一気に上がっていると。2ヶ月間で結構解約したということですね、はい、そうですね、うん、でこれを見てお分かり、あのでこれに合わせてですね赤と緑の点があるんですけれど、はい、それはこれ月足なんですけどね、毎月の東証リート指数が上がった月を緑で下がった月を赤で示してやります。ということは赤の月が多いときは下がってる確率が高かったよってことですね、はい、緑が上がってる確率が高かったと、月としてですね、おっしゃる通りです、はい、そうすると今この2021年2月、まあ、ちょうどこう市況が今まさに悪化している最中なんですけれども、リートで見るとどうですかね、前回の時のサイクル、これ真っ赤な時とは言えないですよね、うん、緑で、緑はかなり目立つんですよね、うんうん、なので確かにファンダメンタルズは今厳しくなっているんですけど、 J リート相場自身はもうすでにドカーンとこのピークをあの 大下げした去年の3月で大きく下がった時にこの悪材料を一気に織り込んでしまったというふうにも見ることができると思っています。うん、あのもう一つですね、あのこの赤と緑が、赤が目立つ時っていうのは先ほど申し上げたやっぱり市況がピークを打つ時、時計の針でいうと11時とかそのあたりなんですけれど、この大天井を打って市況が悪化し始める時にまず一つ大きな下げ相場があるんですね。うん、もう一つこうお分かりいただくのはやっぱり大底を打った2012年のあたりは、まあ、東日本震災っていう特殊事情もあってもう一回大底が下げがあったんですけど、サイクル的に実はもう一つ典型的に市況が弱い時期があるんですが、それがですねこの時計の針でいうと7時とか6時を過ぎて7時ぐらいのあたりですね。うん、これはどういう時かっていうと空室率がどん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 下がっていくと、でそろそろ賃料も上がり始めるっていう段階なんですけど、それはですねやっぱり市況がだいぶ良くなる、経済がだいぶ回復してきる、なので、まあ、中央銀行の金融緩和をそろそろ修正する、見直す時期、だいたいこういう時期っていうのはもう一回市況が悪化するタイミングだと思っています。まあ、ですので今はまだその引き締めを考える時期ではないですし、なんとか景気を支えなければいけないっていう段階にありますので、確かにファンダメンタルズは悪化してるんですけれども、それと J リート相場は違う動きをするんだと、うん、いうことをこのチャートは教えてくれているんじゃないかなと思っています。うん、これあとあれですよね、これ見てるとあのあれですね、このチャートで平均空室率が 5% をこう割り込んで、で平均賃料が上がってくるときに結構赤い点々が多いっていうあれですよね。あ、そうですね、あのそういう傾向も確かにありますですね。で逆に緑結構多いのは、こうこの円を、あの円をガッてこう何ですか、右側3分の1ぐらいをこう切って、はい、右側の方が緑多いかなみたいな、多い、そうだと思いますね。で、はい、悪い時がいい、パフォーマンスがいいってことですかね。そうですね、やはり、うん、あの逆張らないといけないなっていうことをあのこのチャートは教えてくれてるんじゃないかと思います。あとやっぱり利回りものだってことですかね。あ、そうですね、おっしゃるようにあの市況が悪くなっても利回りはある程度ありますので、今でも先ほど申し上げたリートも 3.6% ありますので、あの利回り期待で J リートを買われる方も右半分に多いっていうことではないかなと思います。うん、あ、ですね、わかりました。まあそういった中でじゃあそうするとリートっていうのは、まあ、市況的には悪化してるけども
その利回り面で見ると過去の経験値でいくと、まあ、実は今っていうのは投資してても面白い時期だったんだよっていう理解でよろしいですかね。私はそう思っています。あと先ほどのスライドでもご紹介をした環境が大きくそれを後押ししてくれている、金融政策が30年前と真逆の方向性にあるんだという、うん、この2つの理由で今 J リート相場も市況も東証リート指数2000ポイントを回復してますけれども、うん、この動きはまだ当面続くのかなというふうに考えています。うんうん、ね、いやいやいや、このリートはうちは一切、まあ、取り扱っていませんのでですね、なんか非常に面白いデータをですね、まあ、こういただいたかなということなんですけど、まあ、でもまあ最後にですね、まあ、1990年、まあ、30年経って、はい、今後20年30年単位で考えると、まあ、もしなんかどういうことを考えればいいかっていうのをですね、まあ、もし松本さんの方から皆様にメッセージいただけたらありがたいなということで、はいはいはい、先ほども申し上げたんですけれども、1990年の時に株を売って債券を買っておけばよかったっていうのは相場の世界にはもしもはたらればはないんですけれども、もしそうしていれば大きな違いがあったっていうことがお分かりだと思います。皆さんもご記憶だと思います。言い換えると今年2021年の市況はどうなるのかっていうのはすぐには分からないと思うんですね。ただこれが10年後20年後になって、あの時もっとこうしておけばよかったと、あの時株とか不動産をもっと増やしておけばよかったというふうにひょっとしたら我々将来感じる日が来るかも分からない。それをこのチャートでご紹介をしたかったっていうことです。なので、まあ、未来のことは分からないんですけれども、まず環境認識を、大きな環境認識を持っていただいて、10年後20年後に悔いを残さない、そういった資産配分をお考えになられればいかがでしょうかと思っています。うん、まあ、逆に言うと今までの過去30年間の経験にとらわれることなく大きく環境が変わってくる可能性があるよということを前提に、はい、まあ、資産をどうやって運用するかということを考えるべきと、はい、いうメッセージでよろしいでしょうか。はいはい、じゃあということで今日はなんか最後にこのメッセージで今日の、マーケットラウンジ終わらせていただけたらと思います。今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。